6月24日土曜日北海道マコマ内積水ハイムアイスアリーナで開催されたライジン43のフェザー級タイトルマッチライジン MMA ルール5分 3R66.0kg でクレベル小池を相手に王座獲得とはならなかった鈴木千尋が試合後インタビューに応じた動画クレベルが腕十字を極める瞬間試合は クレベルがマウントポジションを奪い、パンチと肘を入れながら、鈴木の胸まで上がりそこから腕十字を極めた。圧倒的な寝技力の前に鈴木は敗れたが、クレベルは軽量失敗で王座剥奪となっており、鈴木が勝った場合のみ新王者になる条件だったため、今回はノーコンテストの扱いとなった。鈴木は、またやり直します、と落胆した様子。 戦ってみたクレベルの印象については、勝負どころに強いですよね、と短くコメントした。試合前に、パワーはテクニックに勝ると発言していた鈴木だが、勝負の世界なので、勝負どころで負けただけで、そこにテクニックとかパワーたくさんあると思うんですけど、まだまだ僕が足りなかったです、と素直に今回の負けを認める。 キックボクシングと MMA で二刀流のチャンピオンを目指すのはブレないか問われると、ブレちゃいけないんですよね。戦っている以上は、と自身にも言い聞かせるように語った。クレベルの軽量失敗について何か思うところはあるかと尋ねられ、鈴木は俺が試合をやるって言ったので、思うところは何もなかったですね。それは終わった話なので、普通に僕が勝負して負けた、ただそれだけ。 とし、予想よりクレベルの強かった部分を聞かれると、それがわからないから負けたんですよね、それを見つけにまた自分と戦います、と次へ向かう姿勢を見せた。クレベルに完敗となってしまった鈴木だが、まだ24歳と若い。今回の敗戦を受けて、鈴木が今後どう成長するのか期待したい。